やっぱり血管にも炎症は良くなくて血流悪くなってしまうので、まあ、そういう意味でも、まあ、積極的に、ね、腸内環境を整える。眼科医の平松です。今日は腸内環境を整える食事法についてお話しようと思います。腸内環境が整ってあげると、まあ、体の、まあ、血行が良くなったりだとか炎症を起こしにくくなったりだとか、まあ、いろんなメリットがあります。そこでどういうふうにするのが、まあ、腸を整える上で重要なのかについてご紹介したいと思います。大きく分けて4つ、まあ、後で詳しくお話しますね。1つ目は食物繊維の摂取になります。2つ目が腸内細菌を整える、腸内細菌を摂取するのもあればプレバイオティクス、プロバイオティクス、後で詳しくお話します。で、3つ目が腸の負担になる食事を減らしてあげる、つまりさっきまではいいことなんだったけど、まあ、デメリットを減らしてあげようっていうところですね。4つ目がよく噛む、当たり前ですけど後で詳しくお話します。1つ目、食物繊維を食べましょうですね。まあ、これはね、よく聞くことだと思うし、まあ、腸にとっても重要だよねってね、食物繊維が流れてって、まあ、すごい良い快便を、促してあげるようなっていうのもイメージあると思います。ただ食物繊維ってただ取ればいいってもんではなくて、実はバランスも結構重要なんですね。食物繊維食べよう食べようと思って単一の食材だけの食物繊維をガツガツ食べてしまうとデメリットが出ます。特に野菜サラダだけ摂取すれば食物繊維 OK でしょうって言ってる人がいますけど、そこには落とし穴があるんですね。なぜかというと、食物繊維は不溶性食物繊維、つまり溶けない食物繊維と水溶性食物繊維、溶ける食物繊維の2つの種類があるわけです。で、これバランスよく摂取しないと結局はまあ便がうまく通じなくなってしまったりだとか、はたまた逆に詰まっちゃったりだとかしちゃうんですね。不溶性食物繊維はイメージとしては網みたいな感じでガガガガガーっと押してってくれる感じ、水溶性食物繊維はドロッとした感じで流れが良くなってこうツルッといってくれる、このイメージ。まあすごいなんか便の話なんでこうね、いいか悪いか分かんないながらちょっと話させていただいてるんですけども、お食事中だったらごめんなさいねっていう感じになります。それぞれあるんですけど、不溶性食物繊維は、まあ、緑黄色野菜とか葉物の野菜、あとは根菜類やキノコとかに多いですね。まあ、目で有名なんで言うと人参とか、はたまたかぼちゃとかですね。人参ですとビタミン A も摂取できていいってね、昔からよく言いますね。かぼちゃですと炭水化物の摂取の中で、まあ、非常にこう摂取しやすいっていうことがあります。水溶性食物繊維でいうと、まあ、ネバネバするようなもんで、まあ、ひじきとかめかぶとかオクラとか、まあ、そういうものが有名ですね。まあ、僕はなかなか摂取しづらいんでイヌリンとかっていうのを別に摂取したりしてますけど、そういう食物繊維を、まあ、取っていただけるといいと、まあ、そうすると余計な、まあ、カスがたまんないんですよ。カスがたまっていいことないのって誰にでもわかるじゃないですか。なので食物繊維しっかり取りましょうということが大切になってきます。そして2つ目が腸内細菌のバランスを整えましょう。腸内細菌でいうとヤクルトみたいな感じの腸内環境を良くするような飲み物だったりだとか、まあ、食べ物でいうとヨーグルトとかが有名ですよね。いわゆる発酵食品になります。ヨーグルトだけっていうと発酵食品は他にもあるんです。例えばぬか漬け、ぬかですね、とか納豆っていうのも発酵食品で、腸内細菌のバランスを良くするにはいいですね。もちろん一番ヨーグルトとかが、まあそういう意味でコントロールされているので、まあいいかなってところはありますけど、まあ、納豆、ぬか漬けとかもいいですね。あとはキムチとかもそういう感じ。ただキムチの場合はちょっと辛みがあるので、それで腸に刺激を与えちゃうメリット、デメリットもありながら、まあ、ちょっと摂取って感じのイメージと思っていただけるといいかなって思いますね。腸内細菌をただお腹に入れればそれでいいかっていうと、腸内細菌も栄養を必要とするんですよ。当たり前ですよね、細菌なんだから。もちろんね、食べ物とかでもいいんですけど、できればプロバイオティクス、プレバイオティクスって言って、まあ、いわゆる腸内細菌の栄養となるものの摂取を意識的にしたい。代表的なのがフラクトオリゴ糖、まあ、オリゴ糖っていうのが聞いたことあると思います。まあお腹にね、まあ、優しいやつなんですけど、まあ、バナナとかに
含まれているもので、まあ、優しい糖で、まあ、それを使って腸内細菌が元気になってくれるので、まあ、ただただ腸内細菌を取ってたくさん入れてそれで OK でしょじゃなくて、まあ、それがきっちりと活性化してくれて、まあ、腸内のバランスを整えてくる。じゃあなんで腸内細菌を腸に入れるといいのってよく言うじゃないですか。これ何なのかっていうと、腸内にはもちろんいい菌もあれば悪い菌が入ってきちゃったりもするんです。そういう時に悪い菌が多ければいい菌と比べてこっちが強いですよね。だからいい菌が負けちゃうわけです。いい菌をたくさん入れてあげれば悪い菌が増えようとしても戦ってくれるわけだから、戦うわけじゃないんだけども、まあどちらが占めようかっていうところがあるわけなんだけど、まあいい菌が、体勢を占めてくれていいですよねって、そんな感じのイメージになります。そして3つ目、腸の負担になるような食事を避ける。これがさっき言ったキムチの微妙なラインって言ったのはそういうところで、辛すぎる食べ物、油分が多い食べ物、あとは塩分が強い加工食品、ハムとかソーセージとか、まあ、そういうものは、腸内にちょっとデメリットがあります。辛いものはなんか想像つきますよね、まあ、辛いのでお腹も胃も腸もやられるってイメージある、カプサイシンとか、まあ、そういうのですね、まあ、少量であれば問題ないんですけど、まあ、かなり強いものであるとやっぱりやられちゃう。僕も、まあ、結構大量に取るともうそのままダーって立っちゃうごめんね、なんかあんまり綺麗じゃない動画でで、2個目は油分が多いもんね。油分は、まあ、若い頃はねそんな問題ないと思うんですけど、まあ、やっぱりねだんだん年齢になってくると僕もまあ普通にお肉の油とか、お魚の油とか食べるだけでちょっと胃もたれして気持ち悪くなっちゃったりだとか、で取りすぎてしまうと、まあ、下ってしまう、普通に便がちょっと出にくくなるっていうところもあります。皆さんもやっぱ多少そういうところはあるかなと、ない人もいると思いますけど、なので油分が多いのはあまりよろしくないと。で3つ目は塩分の多い加工食品、ハムとかソーセージとかを摂取しすぎ。ハムソーセージに関して言うと、ただ腸内環境が悪くなるだけではなくて、やっぱり生命予後とか、まあ、そういうことを考えても、まあ、あんまり良くないんじゃないかって説が、まあ、結構有力なんですよね。なので、まあ、摂取するんであれば加工肉ではなくて加工してないお肉。加工肉っていうのは例えばハムとかってお肉を燻製とか、まあ、調整して形になってますよね。ソーセージっていうのも皮の中にひき肉ブワーッと入れて詰めてみたいにして、まあ、本来あるお肉をなんていうかこねくり回して作ってるものっていうのはやっぱりそれなりのデメリットがあるので、まあ、もちろん最後に自分でね生のお肉を切ってどうこう調理するのはいいことですよ。そうじゃなくて出来合いの加工食品については注意していただければと。もういいやつもあるんだけども、ちょっと基本的にはなかなかね難しいと思います。そして最後、もうこれがもうね基本の基本、もう最初の3つ忘れてもいいけど、よく噛む、これだけ。これね、人のこと言いながら僕はあんま噛まないんですよ。特に外来が午前中あって次に外来がある場合ってもう間があんまり時間ないから、かっこむみたいな感じで、なんか他の人が食事を途中までしている間に僕が食事開始してその人が食べ終わる前に食べ終わっちゃうみたいな、そんな食べ方で、食べ放題とかに行くと何かお気に召さないことございましたかって聞かれるんですよ、あまりにも早く食べすぎて。そんな感じなので人のことを言えないんだけども、やっぱりゆっくり食べた方がいい。そのためには、だいたい一噛みして20回ぐらいは口の中に入れたら噛むっていうのは意識した方がいいと僕も思ってるけど、ちょっと早くなっちゃうんだよね、もう癖になっちゃってて。まあでも意識的にはやっぱ噛んだ方がいい。でなかなか噛みにくいって場合は逆に噛まないとダメなもの、スルメみたいなものを意識的に摂取していただけると噛む癖はつけやすいかと。まあ、時間はかかってしまうんで忙しい人はちょっと難しいかと思うけど、まあ、でも体のためにはやってほしい、まあ、僕も自分のためにやんなきゃいけないんだけど、っていうのがまあ正直なところです。ということで今日は、腸を良くする方法についてお話しました。で腸を良くするとなぜ目にいいのか。腸内っていうのは炎症を起こしやすいんですよ。炎症を起こすと例えば緑内障の手術後に、傷が塞がりやすくなっちゃうだとか、ブドウ膜炎という目の炎症をね引き起こしてしまったりだとか、まあ、緑内障に関しての特に手術してなくてもやっぱり血管にも炎症は良くなくて血流悪くなってしまうので、まあ、そういう意味でも、まあ、積極的にね腸内環境を整える。1個目、食物繊維、水溶性食物繊維、不溶性食物繊維、バランスよく取りましょう。腸内環境を整える、ね、発酵食品を取ってプレバイオティクス、オリゴ糖とかも取りましょうと。で
負担になるような辛すぎるのとか脂っこいものとか加工肉とかは控えめにしましょう。そしてよく噛む、これ難しいんだけどね、よく噛むっていうのは意識してやっていただけるといいと思います。こんな感じでこういう食事をとった方がいいよとか、こういう飲み物がいいよ、コーヒーはどうとかっていうのはいろいろ動画出してるので、まあ、ぜひ再生リストとか見ていただければと思います。またチャンネル登録、そしてベルマークも押していただければと思います。よろしくお願いします。